雪国新潟が選挙区の衆議院議員の石田徹でございます。おととしから衆議院予算委員を務めさせていただきましたが、初めて、質問をさせていただく機会をいただきましたこと、菅原筆頭理事はじめ、与野党の先生方に心から、御礼を申し上げたいと思います。昨年国会質問におけます質問時間配分につきまして、1回生から3回生までを代表いたしまして見直しの提言をさせていただきました。こうして議事録が残り、インターネット上でも審議状況が残る、オープンな委員会質問の重要性は与野党の若手議員にとっても本当に重要な機会だというふうに思っております。本日は大雪の問題、そして拉致問題、そして子ども、若者、将来世代の利益確保などにつきまして、若手議員なりに日頃から感じております課題等につきまして、質問させていただきたいと思います。ただ、冒頭にですね、昨日、佐賀県におきまして、陸上自衛隊のヘリが墜落したことに関しまして、先ほど坂本委員からも総理、そして防衛大臣に質問がございました。私からも、大きな被害を受けられました住民の方に対しまして、謹んでお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられました自衛隊員1名におかれましては、これよりご冥福をお祈り申し上げます。また、捜索中のもう1名の隊員につきましては、一刻も早く発見されることを心からお祈りを申し上げたいと思います。そして、大野政務官が今現地に派遣されているということでございます。今後このような事故を二度と起こさないように、そしてなぜこのような危険な事故が起きてしまったのか、徹底的な原因究明と再発防止策の確定を全力で行うとともに、地元の皆様方に対しましても丁寧な説明をするよう防衛省に強く要望させていただきたいと思います。今日本海が大変な大雪が本日も降っております。先月1月もですね、大変な大雪の被害に見舞われたわけでございます。今我が政権といたしまして、国土強靭化基本計画というものを策定いたしまして、いろいろな政策を進めているわけでございますが、45のプログラム、そして15の重点化すべきプログラム等を全省的に束ねて作っているということでございますけれども、こうした雪が降る日本海側のみならず、九州でも大雪の被害に見舞われているわけでございますので、こうした基本計画、今後見直しがなされるというふうに伺っておりますけれども、ぜひこの雪害につきましても、もう少しですね、明示的に記載をしていただきたいと、これは強く要望をさせていただきたいと思います。新潟県新潟市から先般1月の大雪の被害につきまして、実際に伺ってまいりました。新潟市につきましては、当初予算、除雪の予算でありますけれども、19億円の予算を用意しておりましたけれども、それでは到底間に合わずですね、補正予算で28億円等を追加して計約50億円の予算で対応しておりましたけれども、もうすでに除雪費用が58億円ともう赤字の状況でございます。新潟県のみならず、全国的にも、今日も大雪の被害に見舞われているわけでございまして、こうした除排雪の経費につきまして、普通交付税、特別交付税によりしっかりと今後も措置をしていくべきだと考えますけれども、総務大臣のご見解をお伺いしたいと思います。総務大臣、野田総務大臣。お答えいたします。本年度は今お話があったように全国的に降雪量が多い状況にあると承知しています。地方団体の除排雪経費については普通交付税の算定において標準的な所要額を措置するとともに、実際の所要見込み額が普通交付税措置額を超える場合は3月分の特別交付税により措置しているところです。総務省として地方団体の除排雪経費の実態を丁寧に把握してしっかり対応してまいります。石崎君。ありがとうございます。3月にしっかり対応していただければというふうに思います。また新潟県の方からはですね、今今般進めております働き方改革におきまして、時間外労働の見直しが検討されております。ただ大雪の場合は道路除雪の長時間化というものは非常に必要不可欠でございます。こうした除雪業務従事者のですね、労働時間につきましては、災害対応に準じた扱いにしてほしいという要望がございました。事前の
厚労省への確認におきましてですね、このあたりは除雪に業務をするですね方につきましては除外をするということで確認をできましたので、引き続きこうした地域の実態に応じた働き方改革を進めていただければというふうに思います。続きまして国土交通大臣にお伺いしたいと思います。今回この大雪に際に改めて確認をされましたのは新幹線の雪に対しての強さでございます。去年もそして今年も多少の遅れはございましたけれども運休がなかったのが新幹線でございます。新潟県におきましては普通電車につきましては長時間立ち往生という大きな問題が発生いたしましたけれども、やはりフル規格の新幹線は雪に強いということが改めて確認ができました。安倍総理もインフラ輸出ということで新幹線こちらを海外に全力でトップ外交でですね売り込んでいただいておりますけれども、これから雪の多い日本海側におきましてやはり雪に強いこの新幹線について、青森から新潟そして北陸を結ぶ北越新幹線そしてこれを北陸新幹線と結びます日本海縦貫新幹線、これフル規格新幹線で整備していくということはこの雪に強い国土強靭化を進めていく上でも非常に重要なことであるというふうに思いますけれども、このあたり国交大臣のお考えをお伺いしたいと思います。石井国土交通大臣。新幹線につきましては積雪量の多い地域を走行する場合には雪の中でも安全かつ安定的に高速運行できるよう温水スプリンクラーや融雪パネルによる融雪等の措置を講じております。したがって新幹線は在来線に比べて雪に強いインフラと認識をしております。新幹線の整備につきましては国において現在昭和48年に整備計画が決定をされましたいわゆる整備新幹線のうち北海道新幹線、北陸新幹線および九州新幹線、西九州ルートの3区間の整備を政府与党申し合わせに基づき順次進めております。従いまして新幹線につきましてはこれらの整備計画路線の確実な整備に目でを立てることがまずは最優先の課題と考えております。一方で整備新幹線の整備の進捗状況等を踏まえまして各地域から羽越新幹線を含む基本計画路線等の鉄道整備に関するさまざまなご要望をいただいております。このため平成29年度より国土交通省におきまして基本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等の在り方に関する調査に取り組んでおります。平成30年度予算案にも所要の調査費が引き続き盛り込まれているところでありまして国土交通省といたしましてはこの調査にしっかりと取り組み我が国における今後の基本計画路線を含む幹線鉄道ネットワーク等の在り方について検討を行ってまいりたいと考えております。石崎君。ありがとうございます。ぜひこうした雪に強い新幹線につきまして日本海側の思いを汲んでいただきまして整備を進めていただければと思います。続きまして今回の大雪でセンター試験の時間繰り下げの影響を受けた受験生が全国で数多くいらっしゃいました。新潟のみならず愛媛も含めてですね全国9大学4614人の受験生が大雪の影響で時間がですね、繰り下げの影響を受けたわけでございます。毎年この時期になりますと、特に雪国の新潟におきましては何もこんな時期に毎年やらなくてもいいんじゃないかというような声をですね受験生これ浪人生も含めてでございます。また親御さんからもですね多くの声をいただくわけでございます。また今日資料の2枚目に配らさせていただきましたけれどもインフルエンザ等の感染症の発生率もですねこの1月というものが非常に高いということが統計的に出てきているわけでございます。でまた今回もですねインフルエンザ、ノロウイルスはじめ感染症を理由にした追試験者が全国で約480人にも及んだというふうに伺っております。また正月等もですね家族も大変ピリピリした状況で迎えるということで消費にも影響があるんじゃないかという声も伺っているわけでございます。で資料の1枚目に全世界の諸外国の大学入試試験を調べてまいりましてこの受験時期あるいは回数
これ見ていただきますと、日本だけが1月にやっているということでもございます。でアメリカは複数回実施ということで、実施しているわけでございますが、この度今こうしたセンター試験もそうでございますが、平成32年度から、新たな大学入学共通テスト、これ規律込みということで実施されるわけでございますけれども、この入試時期をですね、諸外国のように暖かい時期にすべきであると、雪国の受験生のみならずですね、これ全国のこの雪によって影響を受けるこれからの受験生等の思いも含めて考えるわけでございますけれども、このあたり文科大臣の所感を伺いたいというふうに思います。林文部科学大臣。寒い日が続きまして、雪も多い時期にですね、入学者選抜に臨む受験生の体調管理、大変なご苦労だろうというふうに察するところでございます。今お話のありました2020年度からの大学入学共通テストの実施時期の検討をしたときにですね、実は文部科学省から、記述式の採点機関の確保や、今先生からお話のありました雪などの影響を考慮しまして、12月に実施する案も示したところでございますが、高校関係者の方からですね、やはりそうなりますと受験までに学習内容が終了しないということや、学校行事や部活動など多様な教育活動に支障があるということで懸念が示されたということで、1月に実施をするということになったという経緯がございます。で一方、受験生の挑戦の機会を増やすために、今複数回のお話がありましたが、大学入学共通テスト年複数回実施することはですね、重要であると考えておりまして、文科省としては引き続き高校教育の影響を考慮しながら、運営にかかる負担やですね、技術の進展も見据えながら、2024年度以降の共通テストにおける複数回実施の実現可能性についてですね、検討を進めてまいりたいと思っております。石崎君。ありがとうございます。今の複数回実施につきまして、検討を進めていくという、前向きなご答弁をいただきました。このあたり、与野党の、関心のある先生方と勉強会を作ってですね、後押しをしていきたいというふうに思います。で大雪の状況の中、安倍総理の唱えます一億総活躍は、今いろいろと申し上げました、雪国の、日本海側の国民ですとか、あるいはこうした全国の、受験生のを含めたですね、一億総活躍であるというふうに考えております。一説によりますと、総理の家庭教師は、平沢勝栄先生だったというふうに伺っておりますけれども、総理自身のご経験を含めて、雪国を含む全国の受験生への支援策、とりわけセンター試験、新共通テストのこうした複数回実施などを含めて、総理のご所見を伺いたいと思います。安倍総理大臣。基本的には大臣が答弁したとおりでありますが、まず大雪など災害対策については関係省庁で連携の上、総合的に取り組んでまいりたいと思います。また高等教育についてはですね、入試改革をはじめ大学改革、アクセスの機会均等、教育研究の質の向上を一体的に推進し、その充実を図ることとしております。大臣からすでに答弁をさせておりますが、教育再生実行会議におきましても、諸外国の例を見てみますと、いわば高校から大学に行くときにですね、1回の試験だけで全てが決まるというのはですね、他の先進国にはほぼ例が、韓国はもしかしたら日本と同じ仕組みを作ったのかもしれませんが、それ以外はないわけでありました。ですから非常に一発試験でものすごい負荷が高いで、大雪にあったり、あるいは体調がその時悪かったら、もう自分の人生が相当決まってしまうということにもなるわけでありますから、そこはですね、諸外国の状況等も十分に勘案しつつ、日本はそういう意味では少しこの仕組みにおいてはですね、検討する必要があるだろうとこう思っているところでございます。こうした人づくり革命をですね、断行しまして、誰もが夢に向かって頑張ることができることが当たり前となる社会を作っていきたいとこう思っております。全国の受験生の皆さんには、体調管理を十分、留意していただきまして、自らの夢を、実現をしていただきたいと、このように思っております。まさに若者こそ日本の未来であろうと、このように思っております。石崎君。
総理ありがとうございます。総理からも前向きなご答弁をいただいたというふうに伺いました。今総理からご言及がございました韓国につきましては、韓国も一発勝負なんですけれども、実施時期は11月ということでございまして、やはり暖かい時期にやっているということでございます。先ほど申し上げましたように、このあたり勉強会等を作りましてですね、後押しをさせていただければというふうに思います。続きまして拉致問題についてでございます。このあたり予算委員会でもなかなか言及がございませんでしたが、今週末ピョンチャンオリンピックが開幕をいたします。総理も開幕式にご出席されるということでございますけれども、南北融和というですね、報道をよく目に最近いたします。国際情勢も大変流動的ではございますけれども、この中で拉致問題が埋もれては絶対にあってはならないと思います。私の選挙区で横田めぐみさんが拉致をされました。で、先週末で、横田めぐみさんのお母様早紀江さんは82歳の誕生日を迎えられたとのことでございます。一刻も早く拉致被害者の皆様方を奪還する必要がございます。で、12月に拉致問題特別委員会におきまして、横田さん、早紀江さんはじめ、参考人質疑をさせていただきました。皆様方幾度におっしゃっておられましたのが、トップ外交の重要性でございます。このあたり、本当に北朝鮮と もう目と鼻の先のピョンチャンで開幕されますオリンピックに出席されます安倍総理に、改めてこの拉致問題の解決に向けての意気込みを伺いたいと思います。安倍総理大臣。昨年の総選挙の際に伊佐木議員の地元をお邪魔し、演説をした後ですね、ある男性の方がと女性の方が来まして、ここめぐみさんが通っていた学校区なんでしょうねと、早く返してあげてくださいと、こう言われました。議員が言われた通りですね、早紀江さんも真知恵さんもお年を召された、有本さんもそうですが、皆さんお年を召されて、もう時間がない、自分たちが現地なうちにという気持ちは大変強い、当然だとこう思っております。今まさに、北朝鮮の核問題、そしてミサイル問題、世界が厳しい制裁を課し、その履行に万全を確保が期しているところでございますが、拉致問題をですね、決して、埋もれさせてはならないとこう思っております。そのためにも、私も、600回近く首脳会談を行ってまいりましたが、基本的にすべての指導者に拉致問題に対する理解と、支持を訴えているところでございます。その中で、昨年の国連総会において、世界が最も注目する首脳の演説は米国大統領の演説でありますが、そこで、めぐみさんについて、トランプ大統領は触れたので、あります。そして、訪日の際にも、早紀江さんはじめですね、拉致被害者のご家族、また曽我ひとみさんとも、会い、まさに膝を交えて話をしながら、真剣な眼差しで話を聞いてくれました。そして安倍さん、あなたと一緒にこの問題を解決をしていこうというメッセージを世界に発信をしていただいたと、大変心強い思いでございましたが、私たちとしてはなんとか結果を出していきたいと、こう思っているところで、ございまして、2002年、5人の被害者の方々が日本の土を踏むことができたわけでございます。私もその場におりましたが、横田さんご夫妻、しげるさんが家族会の会長をしておられまして、皆さんの姿を写真に撮っておられたわけでございますが、残念ながらそこにめぐみさんの姿がない。しかし会長として使命を果たすために一生懸命写真を撮っておられた、しげるさんの目には涙が溜まっていたわけでありまして、私たちはですね、しげるさんご夫妻はじめ、すべての拉致被害者の皆さんがお子さんたちを、親族を抱きしめる日がやってくるまで、私たちの使命は終わらないという気持ちで、この問題に全力で当たっていきたい。今まさに国際社会が北朝鮮に対して最も高いレベルの圧力をかけています。北朝鮮の側から政策を変えるから話し合いたいと言ってくる状況を作り出したいと思っております。この政策を変えるからの中には、当然拉致被害者の全員帰国も入っているわけでありまして、今後ともしっかりと訴えていきたいと、我々もあらゆる機会を捉えてですね、この問題を訴え、なんとか結果を出していきたいとこう考えております。はい、石崎君。
ありがとうございます。これは与野党の全国会議員に課せられた使命であるというふうに思っております。共に解決に向けまして歩んでまいりたいと思います。続きまして資料3でお配りさせていただきました幼児虐待につきましてお伺いをしたいと思います。もう最近もうほぼ毎日毎週のように幼児虐待によって亡くなられる方のですねニュースをよく目にいたします。もう何とも言えない気持ちになりますし、まあ、今この資料にございます通り平成15年から平成28年まで厚労省で把握しております児童虐待で亡くなった子どもの数、これ心中を除くケースで678人というですね、もうものすごい多くの方が虐待によって亡くなられているわけでございます。で一方でこの資料の下にございます通り、まあ、平成以降でこの、まあ、刑罰に処された方の資料、これもなかなか法務省さんも把握しないところも一部あったんですけれども、調べていただきまして重い刑が課せられたのが4件ございました。まあ、死刑は1件でだけだということでございます。まあ、去年来ですね、いろいろとあの児童虐待防止につきまして法改正等いろいろと制度は改善をしてきているというふうに伺っておりますけれども、私自身はこのあたり保護法益をもっと、まあ、明確にいたしまして、私は児童虐待、まあ、防止罪、これはあのやはり重い刑罰を私は課すべきであると思います。そうしなければこの問題もうなくならないというふうに思っておりまして、まあ、この声なき声、子どもたちが今でも虐待をされているというような状況の中でですね、このあたり児童虐待の防止につきまして、まあ、厳罰化含めて加藤厚労大臣に所感を伺いたいと思います。加藤厚生労働大臣。私も子どもを持つ身の中でですね、本当にそうした子どもさんが大変な虐待の中で亡くなっていく、その子どもさんの思い、しかも親からの虐待だ、本当にそのどういう思いなのかなといつも常に悲しい、また深い思いに持つところであります。まあ、そういう中で今既存の刑罰、まあ、今こうした事例が示される中で、まあ、さらに厳罰化するという、まあ、ご提案もありました。まあ、これについてはこれまでもいろんな議論があると思いますし、慎重な対応、慎重な検討が必要なんだろうと思いますが、まあ、しかし子どもの命を守るためにですね、児童虐待の防止に取り組んでいく、これはもう我々が最優先で取り組まなきゃいけない課題の一つだと思っております。これまでさまざまな取り組みに加えて先般児童福祉法の改正を行いました。そして、まあ、児童虐待、これも早く、まあ、発生を予防していくということ、そしてできるだけ早期に発見をしていく、そして、まあ、仮にそういった状況にあった子どもさんでも早くこう救い出し、そして自立の道をですね、見つけ出していく、支援をしていく、まあ、こういう一連の対策を進めていくことが必要だと思っておりますので、例えば、子育て世代包括支援センターという妊娠期から子育て期にわたって切れ目のない支援をしていく、こうしたセンターを全国に展開をしていく、あるいは市町村や児童相談所がやっぱり中核になります。そこの専門家や体制の強化に努めていく、まあ、こういったさまざまな施策を取り組んでですね、そしてやはり現場である市町村、また関係機関、そしてそれを支える都道府県、そして私ども国、まあ、ここがしっかりと連携をして社会全体の中でですね、児童虐待が起こらない、こういう体制をしっかりと作っていきたいと思います。